香川県道10号高松町尾大内線。香川県道10号高松町尾大内線。香川県道10号高松長大内線は、香川県高松市から東香川市に至る県道、主要地方道である。高松市中心部から東香川市西部に至る県道である。当線は、香川県内で完結する県道のうちで、最も若い路線番号が振られた県道である。 当線より若い番号が振られた県道はすべて県境を越える古市県県道であり、この規則性に則っ,って越境先の路線番号も香川県内と統一されている。時に本県道の前身となった長岡街道を通称とするが、本路線の通じている区間の地域においては、歴史的経緯からこの通称はパイパス改良前の旧道区間を指すことが多く、 現在の本路線となるバイパス改良後の道路に対しては、もっぱら、さぬき東街道もしくは長尾バイパスの通称を利用することがほとんどである。ただ、旧道、長尾街道の北町区間は、県道指定が外れておらず、別線となっており、同区間においては、現在も、旧来同様に本路線の路線番号案内標識が付与されている。だが、 この別線は現時点において、奇襲点は、愚か区間内のどこにも、現行本線との接続がない、一種の飛び地別線となっている。この別線から本線、佐ぬ東街道に乗るためには、別線の終点である、台東口交差点から、旧道である、長尾街道の続路でありながら、県道指定を解除されて、高松市道になっている、区間、現、 高松市道牧大島山崎線内市は、高松市道室町新電線、香川県道272号高松市道重複を、通申する必要がある。同様に、旧道、長岡井道の佐抜市大川町電面の区間も、指定は、外れておらず、別線となっている。ただしこちらは前日の北町別線とは異なり、奇襲県の両交差点において、現行本線、 佐ぬき東街道を接続された支線となっている。現在の北町別線には本線であった2014年まで、終点の北伊東口交差点から栗林公園方面に延伸する別線が存在した。それは、現在における、香川県道272号高松市土線の松縄町交差点から北伊東口差点までに該当する区間、寄付と高加強区間であり、 2014年4月15日の建国時によって同区間は県道10号別線から県道272号本線に登録が変更された。1971年12月1日時点での県道番号は11号だったが国道11号と近接して紛らわしかったため、1982年7月から欠番となっていた10号に変更している。 四国の大動脈である国道11号、指導街道区間と並行しており、起点、終点ともに同国道に接続されている。沿岸部を経由する国道11号に対し、当線は内陸部を経由している。そのため、国道11号でもバイパスがなく、混雑率が高い高松市群れ地区、及び佐野岸の2車線区間を迂回することを可能とする道路とされており、古来より、 実質上における国道11号のバイパス道として機能している。このために交通量は非常に多く、常時、その対応が求められている。本線は上記の通り、現在バイパスとして建設され供与後に、本線路線へと切り替えられた改良済み区間が多く、また、佐抜市、東香川が市境付近を除いて、全線が平野部をルートとしているため、 比較的直線区間の多い4車線道路となっている。ルートは、起点の片田交差点から南下した後、下台交差点付近からは、南東方向に変わり、高松市、三木町境付近から、再び、カーブを経ると、そのまま東進市終点の誕生交差点に達する。ロードサイドには、道路整備以前の田園風景が広がっているが、ところどころで、富士グランや、ハローズ、 大黒天物産などに代表される大規模郊外型ショッピングセンターやファッションセンター島村などの郊外出店に強いチェーン店、また大規模展示を必要とする特殊な専門店、自動車販売店、石材店、業務用スーパーなどが出店している。旧道である長尾街道も、また現在でも地元の生活道路を兼ねた幹線として使用されている。 特に旧道の近辺には小学校や中学校、さらには郵便局や銀行指定や個人病院が多く、存在し、登下校時刻になると、子供の通行が頻繁に見られる。また、北郡三木町及び佐抜市長尾町は、本土を中心地として、役場や市役所支所、高松東警察署や高松市消防局、三木消防署、 大川広域日消防署・寒川文書などの行政機関が沿線上に設置されており、旧道、書類上は県道そのものではなく、県道の一部分と、市道、町道の各部からなる非連結の道路でありながら、現在でも実質上、地域の行政実務における中心幹線となっている。また、そのために地域において、重要な商業、公共施設も旧道を中心に、 施設されていることが多く、香川県道159道、長岡井道は、バイパスが整備され、県道としての登録が切り替えられた後も、実質上の主要広域幹線として機能している。特に、長らく地雷のチェーンストアとして活動していた丸中は、9道ロードサイドへの出店が目立っている。本線の通称は、ある時には、上記の通り9道を指して長、長尾街道とし、 バイパスを指して、さぬき東街道、内市は東街道とされているが、全車を旧道と故障する上で後車を、新道新道内は、新道内市は、長尾バイパスと故障して区別するものもいる。ただし、新道とした場合は、さぬき東街道よりもさらに南を東西に、走るさぬき新道を指す場合もある。また、地元民の間では、 香川県道10号と呼称して旧道である。長尾街道を指す者も多く、地元の町内会による路肩の道路地図が更新されていなかったり、上記の通り実質上の主要幹線の機能がバイパス側に移っていなかったりしているのが主な原因。通称の統一認識が非常に曖昧な場合がある。ため、地元民との会話や書類の中にこれら通称が出る場は、その通称を使っている相手が、 どの立ち位置によって会話を構成しているのかをきちんと確認する必要がある。この表は二千十年調査時点の状況を反映しており、現在とは当線を取り巻く指定状況が大きく変更されているため異なる。この表にある本線のうちことで松島踏切交差点から東山崎町北交差点まで及び別線三の全線が県道指定を取り消されて旧道に 別線1の全線が、香川県道272号高松市戸線となり、この表にない市道や島東、山崎線の内片田交差点から春日町交差点が、県道10号に追加されている。また同時に、別線に、バイパスの区間は、全部が本線に編入されている。交通量は、全体的に起点に向かって、多くなっているが、 本線中のことで松島踏切交差点から東山崎町北交差点までは2車線の非改良区間であるため混雑度が最も高いにもかかわらず交通量が少ない高松市内を離れると交通量が減り平均旅行速度が速くなる最も交通量が多いのは別線1の区間であるがこの区間は当線と指導花の宮城太市線及び 市道室町新電線からなる都市計画道路室町新電線の一部であったため、本線とは異なって東西方向の道路であり、交通体系としては別系統である。佐抜東街道の区間は、佐抜市大川町電園まで片側に車線化が完成しているが、高松市東山崎町、東山崎町北交差点、東山崎町交差点のみ暫定一車線区間が残り、 渋滞が多発していた。とりわけ2005年以降、この区間の北方に商業施設が多く建設されたため、渋滞はさらに深刻化していた。これは、この区間内に高松琴平電気鉄道長尾線の踏切があるためでった。同線は1998年により高架化事業が行われており、高架自体はほとんど完成していたが、この踏切のすぐ、 河原町方にある取り付け部分では地権者の強固な抵抗にあい、また高松こと平電気鉄道の経営難もあって、この付近に関しては2003年頃からは全く動きがなかった。2006年に入って土地収容手続きが開始され、事業が動き出した。高架線は2007年10月7日に供用が開始され、道路は2008年3月24日に4。 車線化が完成し、一車線区間問題は解消した。ただ、2017年10月現在でも、東山崎町交差点の北行き車線は、直進が一車線のみ、一番左側の車線は、左折専用で、左折矢印信号があるで、この問題は未だに尾を引いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。